こんにちは、達郎です。さあ、今回はですね、ご報告動画というか、途中経過のね、報告の動画になります。だいぶ前に動画でですね、沖縄の、県産品とか沖縄の限定品みたいなものをいいとこ取りしたですね、いいとこ取りボックスを販売するネットショップを開設するためにクラウドファンディングを実施しますというお話をしました。で、今クラウドファンディングをですね、書いて申請をしたんですね。見事にですね、申請に落ちましてですねでもこれあるあるらしいんですよ。1回で通るってなかなかないっていうのは聞いてて、で、なんかこう落ちた理由が、まあ、あのネットショップ運営したことあんのかお前らっていうのと、いろいろ理由があってね、落ちちゃったんですよ。で、いうことでですね、もう一度トライします。ちょっとね、スタッフでね、話し合ってですね、ここはこうした方がいいんちゃうか、ああした方がいいんちゃうかと、これはこう、これはもうちょっとこうした方がいいとか、いろいろ話し合いを今進めていてですね、もう一度クラウドファンディング再申請をしてトライをします。で、ちょっと疑問に思ってらっしゃる方もいると思うんですよ。もしクラウドファンディングうまくいかんかったらどうすんねん、やらへんのかっていうことなんですけどね。やるよ、やるんだよ。もしクラウドファンディングうまくいかない、クラウドファンディングも最初の仕入れの費用とか、まあネットショップ立ち上げるのも大変やし、人もいろいろお願いせなあかんとなるけど、もし集まらなかったとしてもなんとかも自腹切ってやりますよ。これはやりたいんですよ。やっぱり沖縄来られへんなっていう人も多いし、実際あのクラウドファンディングの動画出した時に、公式 LINE とかオンラインサロンとか、あとコメントとかでもめっちゃ楽しみですとか、いや、こうなんか他のアンテナショップとかで買うと全部小売りで全部に送料かかってめっちゃ高くなってたから詰め合わせてくれたらめっちゃ嬉しいですとかもあったんですよ。こんだけね言ってくれるんだったら、それはやりたいじゃないですか。だからこれはね、もうやります。クラウドファンディングが成功しようが成功しなかろうがやるんですけど、クラウドファンディングが成功した方が全部がスムーズにいくんですよ。だからなんとかクラウドファンディングは成功させたいけど、あんまりダラダラと遅くもなりたくないというのもあって、もう一度トライしますクラウドファンディング。なのでまたちょっと途中経過をお話しするんですけど、僕のね、あの SNS とかでも途中経過のご報告はするので、まあ動画じゃなくその SNS の方を見ていただければもっと最新かなと思います。あー、難しいね。やっぱりもっと なんかちょっと舐めてたかな、ちょっと甘く見てたかもしれないですね。反省ですね、これはね。でも頑張ります、応援をお願いします。他にはですね、最近僕オンラインサロンの こんなんしてますよっていう動画も出したと思うんですけど、最近ですね、やっと20人行きそうです。メンバーが20人で結構盛り上がってます。結構なんか僕が勉強になる深い話してくれる人とかもいて、あー、そんなんもあるんやみたいな、そういうの面白いんで、ぜひね、オンラインサロン参加してください。オンラインサロン内限定のトークイベント、オンライントークイベントみたいなのもするんですよ。僕とうちなんちの人がそのテーマに沿って喋ったり、同じ移住者同士がテーマに沿って喋ったりとか、これから結構そういう幅を広げていこうと思ってるんで、ぜひ参加してみてください。概要欄に南の島暮らしサロンのこと書いてますので、ぜひ参加してみてください。今日はちょっとした報告の動画になります。また随時ご報告をいたします。聞いてくださいね。では、さよなら。